モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンの6月末までの供給量が減っていたことについて、政府はそれが分かった時期などの詳細を機密保持契約上言えないとして経緯を明かさない方針を示しました。約6割、当初の見込みで少なかった。正式にはいつ分かってたんですか。機密保持契約等を踏まえまして、えー、お示しすることはできない状況でございます。 モデルナ製のワクチンは当初6月末までに4000万回分が供給される予定でしたがそれが1370万回分まで減らすことで政府とモデルナ社は合意していました立憲民主党の枝野代表は政府がそれを知った時期を尋ねましたが政府は契約上明らかにできないとしましたまた田村厚生労働大臣も担当ではないとして明確な回答をしませんでした 河野大臣の担当でございますので、河、え、野、ー、大臣のほうがです、ねえー、それぞれのメーカーといろんなあ接触をしていただいているものだというふうに認識いたしております。